全6種200円で、犬取りという、まあ、これもガチャガチャなんですが、ガチャガチャのパッケージをこうネットで見た時にすごく欲しくてですね、もうこれはコンプセットというものを購入してみました。ミニコレクションボリューム1となっているので、2も出るのかもしれないですね。この後原型制作と企画組織が、まあ、韓国人の方のお名前なので、このガチャガチャ自体がもう韓国人の方がまあデザインして作ったってことですよね。今後はこういったガチャガチャ業界に韓国人の名前がこう出ることも増えてくるんでしょうか。初めてこういった感じでちゃんと名前が出てるのを見たので、今までってあんま書いてないですもんね、誰が作ったとかって。そこまで藤子さんの場合は田中克樹さんっていう方の名前がまあ絶対に書いてあるんですけど、こんな原型制作とかまで書いてあるっていうのは結構珍しいパターンなんじゃないかなっていうふうに思います。ではですね、早速開けて見てみたいと思います。全6種ということで、ラインナップはテリアバード、シバード、リートリバード、ビジョンで、ペンドッグにハスキーバード、まあ、鳥ということで可愛くて、またねすごいシュールですごい興味を持って買ってました。ペンギン好きなんですよ。1個目、リートリバードですね。これはすごいリアルじゃない、これなんか犬のフィギュアっぽい、本当に顔が。2個目はこちら、柴犬のシバードですね。シバードも、あー顔が可愛い、柴犬だなんだけど体が鳥、スズメみたいな色合いで可愛いですね。200円ガチャということなんですが、なんか200円に見えないぐらい塗りもすごい綺麗ですし何よりすごい可愛いいいですね、シバード。ちょっとこうやって見ると狐っぽくも見えますよね。さて次は、はい、このなんかマルチーズではないんですね。なんだろうこれは、とっても可愛いこれはその毛並みっていう部分ではそんなリアルな感じはしないですよね。やっぱり丸くなっちゃってるんで、もっともさもさしてる犬ですよね、きっと。これはふわふわのやつ、ちょっと頭でっかちな鳥ですよね。すごくバランスが悪いぐらい頭がでっかい、だけど顔はやっぱり可愛いですね。なんか目にハイライトは、あ、ついてるんだ。あ、目に本当にハイライトがついてるんだ、可愛い。はい、ということで3体目、あと残りは3種。これハスキーバードっていうやつですね。おお、かっこいいけどとっても可愛い。この足の感じが結構リアルですよね。実際に焦げ茶なんですかね、なんかイメージ的にはこの色ではないような気がするんですが、鳥に合わせたんですかね。テリアバード、このバードは足がアヒルさんみたいですね。体型がアヒルっぽい、とってもよくアニメとかに使われてるモチーフになってるキャラクターで見たことありますよね。なんだったかな、なんかで見たことある犬ですね。この犬もペンドッグ、ペンドッグ、ペンギンと、まあ、犬ってことですねなんだろうこのシュールさ。いや可愛いんだけど、ちょっとこれヨーデに比べてペンギンになってるからか、ちょっとスマートな感じで、本当にゆるキャラっぽいような感じのフォルムになってますよね。また何とも言えない顔してるのが、もうかっこいいんだけど、この体型とね、ペンギンな感じがすごい可愛いし、ああいいですね。買ってよかった、これは手に入れられたなっていうふうに思ってます。自分があまり犬種詳しくなくて、あんまり犬の解説とかできなかったんですけど、見たことがあるけどよくわからない犬みたいなね、多かったかなって感じですね。これは韓国の方が作っている商品なんですが、柴犬がいるっていうのがねいいですよね。韓国にもいるんですかね。うん、この中でやっぱね6種あって、6種とも全部いいんですけど、やっぱ自分的にはですね、まあ、この中だとやっぱペンドッグっていうね、ペンギンと犬がくっついているもの
が一番やっぱ可愛くていいですね。もうほんとゆるキャラのような感じです。このシバードっていうのもですね、いいですよね。バージョン2が出て、まあバージョン2だとしたら、まあ猫ですかね、これ猫鳥じゃないですかね、違うのかな、もう可愛かったらね集めたいなっていうふうに思います。ではご視聴ありがとうございました。